久保さん、マイバッハって参加された方が乗りたいって言ってたんですよね、うん、すいません僕は乗ります <laughs> 乗りたいと思ってた車は一応まあ一応ね妥協はしましたけどね最初は M4 のカブリレーをコンビディションを新車で買おうと思ったんですけどまあ、納車に、まあ、1年ぐらいかかりそうなんででまあ金額も1000、うん、定価が1400万かで僕の34の売り値を考えるとまあちょっと って感じで。<laughs> まあちょっと妥協はしましたけど、オープンカーは妥協しなかったんで。うん。だ全部が全部じゃなくていいと思うんですよ。うん。まあその妥協、妥協も時には必要かなっていう。うん。でももともと最初、なんだ、Z4 乗りたいと思ってて、それから M4 が出てきて、M4 いいなと思って、で、まあ最終的にまた Z4 に戻ったんですけど、まああとね、 あのあれか、えーああ、ランボルギーニ、えー、ウラカンスパイダーですね。まあ、それもい最初はいいなと思ったんですけど、まあ、実用性を考えて、まあ値段もそうなんですけど、ただ実用性を考えると、まあ、ちょっとあれ、不む気がかなっていう <laughs>、うん。なんで、まあ、まああのとりあえず妥協はしたけど、あの買いましたんで <laughs>、うん。 まあ、とりあえず、あと10年、それで乗って、で、まあ、10年後どういう気持ちになってるか分かんないし、10年後どういう世の中になってるか分かんないんで、あれですけど、ね、あの、ガソリンが1リッター200円を超えて、ガソリンがどんどん、はガソリン車がね、10年後はガソリン車はだいぶ少なくなってると思うんですけどね、分かんないですけどね。それは10年後じゃないと。うーん。まあ、ほとんどね、まあ、なんだ、ほとんどの、 自動車会社が EV にこう力入れるっていう方向性で動いてるので、多分10年後じゃあどうなのかっていう、まあトヨタも30%か20%は EV 行くっていうね、まあ水素もつか作ってますけど今、うん、まあ世の中の流れはそんな感じに動いてるので、じゃあ20年後、30年後を想定した場合、うーん、どうなんだろうなみたいな、ガソリン車走れんのかなみたいな、まあそれは30年後になったらわかんないし、 ただ今はわかるんですよ。今はガソリン車走れるし、今はわかるんですよ、みんな。だって今のニュースわかるでしょ <laughs> うん未来のニュースはわかんないですけどねうん。だからまあ、妥協しても今を生き、妥協してでも今を生きろって感じですかね。 妥協してでも今を生きろと。妥協してでも手に入れろと。今を手に入れると。妥協してでも今を手に入れろでいいのかな妥協してでも今を手に入れろと。これでいいんじゃないかな、うん、妥協してでも今を手に入れろ。これもまあまあいいんじゃないかな、うん、妥協してでも。 今手に入れなければ、うん、まあ1年後、2年後分かんないし、まあ死んでるかもしんないしね。うん。あの、交通事故にあって、足ね、あの、そう、なんかあの、ニュースで見たんですけど、サファリパーク、ナスサファリパークだったかな。なんか虎に、虎に噛まれて、手首、手首ももぎ取られたらしいんですよね。 二十何歳の女性の方だったかな。はいまあ、手がなくなるっていう。まあ、僕はちょっと動物園で勤めてないんで、その危険性は、虎に手首を持ってかれるっていう危険性は多分ゼロに等しいと思うんですよ。さすがに、まああのい。日本がね、あのサバンナみたいなあれだったら、ね、歩いたらそこら辺に虎いるんだったらあれですけど。だけどまあ、 ね、交通事故に遭う可能性があって、まあ、トラじゃなくても事故でね手を失うっていう可能性もあるだろうしなんか不良の事故で指をね失うっていう危険性もあるだろうし、まあ、僕の先輩がね小指ないんですけど <laughs> あの別にヤクザじゃないんですよあのトカタ、まあ、現場のその工事現場ですよで働いてた人なんですけど でその事故でねそのて鉄筋かなバーンと起落っこってもう指グチャーってなってで指ないんですよねそう <laughs> うんでもその先輩の面白いところがその労災労災降りて400万ぐらいか500万ぐらい降りたらしいんですよねでそれの400万500万パチあの協定とスロットで消えるっていうねギャンブルで全部消えるみたいな一円 <laughs> も,も残ってないみたいな <laughs> まあなかなかでもねそれそれもまたなんか僕はそれもそれで面白いなと思うんですよねだってそれでその話を聞いてね毎回聞いてねおもみんな笑うわけですよ <laughs> バカだなみたいな <laughs>、うん、面白いですよね、うん、その話を聞いて、まあ、人の不幸ですけどでもその先輩もそれを面白かしく言ってるんでいいのかなと思うんですけどうん まあ本当にあっという間に終わりますから、うん、久保さんもね気がつけばもう僕もね白が出てきましたけど久保さんも一番最初ね一緒にセミナーイリュージョン1とかねやってた頃は結構ね顔もねこの若々しかったですよ今はね久保さんもね年取りましたねまあ久保さんも僕のこと思ってると思いますけどお互い年取りましたね いや久保さんもあの当時の,そのスーツ着てバリバリセミナーやってた時の顔ともう結構だいぶ変わりましたよね本当にだ,だいぶというかまあなんだろうなまあまあまもうまさにまさに隠居スタイルですよね隠居堂みたいななんかその隠居がついてきたみたいなね隠居が俺に追いついてきたぞみたいな感じだと思うんですけどすごいなんか風格が出てきたなと思うんですけど 久保さんの最初のウォーターサーバーの動画はまだあ,あると思うんで見てくださいよ。久保哲郎のウォーターサーバーの。<laughs> 若いっすよ。あれ、久保哲郎のウォーターサー,ーこれ久保哲郎チャンネルでウォーターサーバーで調べれば出てくるんじゃないかな。ウォーター、ウォーターサーバー。あ、ウォーターサーバーじゃ出てないかん、ねうん、な。水なんでやったら出てくるのかな。 ありましたねっ久保さん 10, 10年前のインカコーラすいませんインカコーラにしときましょうか <laughs> 10年前の久保哲郎がインカコーラっていうのをインカコーラに対テーマはそのインカコーラに変更 <laughs> 若い若い <laughs> 久保さんインカコーラ若いっすよ 10年前、久保さんこんな顔だったんですね。インカコーラ。10年前から変わってないですね。やってること。<laughs> 若っ久保さんなんか初々しいっすね。だって、久保さん10年前だと30代ですもんね。まだ。<laughs> インカコーラ。<laughs> これ800回回ってますよ。久保さん、インカコーラ。 インカコーラへえインカコーラこんなのあるんですねすごい変わったなまあこれ YouTube っていいっすね歴史がこうね見れるんでねうんいいっすねー YouTube 万歳ですね <laughs> いつでも昔にタイムスリップできるっていう <laughs> そうはい行ってらっしゃい。